関門海峡の海底調査に用いられた、際の西村式潜水艇、西村式潜水艇構造図、呉海軍交渉で建造された潜水級南艇タイプ、昭和造船士より、西村式潜水艇は、日本で建造された小型潜水艇。西村市松の設計により当初は、産後採取を目的として建造された。 1> 第1号は1929年に台湾のキールンで建造された4人乗りの小型潜水艇で蓄電池からの電力を動力源としモーターで水中を航行した。また作業用にマジックハンド、覗き窓、投降機が装備されていた。排水量14トンで船体の長さ10メートル、中央部直径1.5メートル、計画潜水深度300メートル。 続いて、第2号艇が1935年に、三菱横浜造船所で建造された、西村深海研究所所有。蓄電池とモーターに加え、水上走行用にディーゼル機関を装備し、排水量24トン、長さ10.78メートル、船体中央部の直径1.83メートル、計画潜水深度は350メートル、水中速力3ノット。 最大行動時間は約1時間であった。第2号艇は当時の大日本帝国海軍の潜水艦によりもはるかに深い深度まで先行できることから関門鉄道トンネル掘削時の海底調査など民間の調査業務のみならず海軍からも調査依頼を受けることもあった。1936年にかつて徳山湾で 爆沈事故を起こした戦艦河内の事故現場の調査を行った後、1939年の I63、e、の沈没では、第2号艇が実際の潜水救難作業に従事したが、予備浮力が小さく、水中速力が遅い第2号艇では、潮流の早い沈没海域では、最大行動時間内に I63、e、へ到達すること自体が困難であった。また、 船体の突起に柵が引っかかりやすいなど安全面の問題もあり十分な活用ができなかった。その後海軍は西村と共に第2号艇の欠点を改良した潜水作業艇の開発に着手。3746号艇と3747号艇の2隻が呉海軍交渉で建造された。予備浮力対策として落下バラストと 浮力タンクを新設し、柵の引っかかりやすい線打を廃止し、他の火事にもガードを取り付けた。また作業用に、海水ジェットとサクションポンプによる砂掘り装置と、マジックハンドを装備した。排水量23トン、全長12.6メートル、内角直径1.95メートル。急難及び海底調査で用いられるという手の、性質上。 戦中の動向は両者とも資料に乏しくあまり、半然としていない。このうちクレに配備された3746号艇は、第2号艇とともに引き続き1940年のイ、e、63の不要作業に従事したほか、1943年には、柱島白地で、謎の爆沈を遂げた戦艦道の区の調査にも当たった、記録が残る。しかし、海底や、 潜水艦と異なり突起物が多い水上艦艇の調査は E63 以上に困難を極め最初の選考で道の区の船体構造に艇が引っかかって一時行動不能となるなど二次災害につながりかねない事態を招いたことから以降はこうした作業には従事することなく終戦を迎えた 沼津の海軍技術研究所に配備された3747号艇に、至っては、主にソナーの研究用途に用いられたためか、その活動実態すらも、ほとんど伝わっていない。沖電機の子会社沖シーテックの1995年の、社内法によると、海軍はそれまで93式水中探針儀や3式水中探針儀をはじめとする。 欧米諸国の技術の模倣からの脱却を図るべく、昭和18年10月より、アクティブソナーによる海洋中の音波伝般の基礎研究を開始したとされており、3747号艇もこうした研究に携わったものと思われる。西村式第1号艇及び第2号艇は、第1号艇が1935年、第2号艇が1937年に、 大日本帝国陸軍の陸軍技術研究所に徴用され陸軍主導のアクティブソナー開発や海底地形の音波探査技術の蓄積に功績を残した後に西村と共に工術の三式線工輸送艇の開発にも携わった陸軍第七研究所の塩見文分作調査によると西村式潜水艇は 海軍の異号潜水艦の平均的な安全深度の3倍以上の深さに先行できることから当時の日本海軍でも持ち得なかった大深度での水中音響伝播の各種データが得られたとされ陸軍は当時の日本海軍ですらもっぱら輸入やデッドコピーに頼っていた水中単身技水中超音機の独自開発に成功する陸軍のソナーは 陸上基地を呼び、排水量1万トン級の陸軍特殊船向けの、対潜水艦用水中音響兵器と、駆逐艇や、大発動艇などの小型船艇向け機雷探知用、簡易ソナーの上陸集艇用探雷機の2種類で、全車が、探知距離、約2000メートル、後車が500メートル程度とされているが、潮見調査は両車を組み合わせることで、 潜水艦の池取りを行うことも十分可能であり、宗谷海峡と朝鮮海峡を音響監視することで、日本海にソ連潜水艦を封じ込められる程度の性能を及び技術的知見を有していたという。この縁もあり、西村は1942年にガダルカナル島の戦いにおける補給物資輸送に苦慮していた陸軍に対し、自らが培ってきた。 潜水艇技術を提供する形での陸軍独自の先行輸送艇による輸送作戦を兼議三式先行輸送艇の開発につながっていくこととなる。前述の塩見調査によると、第1号艇及び第2号艇による大震度での各種調査データを勘案した結果、 当時の列国の潜水艦の技術水準では、潜水艦同士の水中遭遇戦はまず起こり得ないことを知見として掴んでいたこと。巣号機やら合装地の活用により、日本近海を中心とする海底地形を数多く把握していたことも、昼間は海底に鎮座し、夜間に浮上して洋上航行を行う丸湯の構想を具現化するのに役立ったという。 1> 第1号艇及び第2号艇ハマル湯に乗船する陸軍船舶兵の訓練機材として終戦まで活動するが皮肉にもこのことにより一民艦船でありながらも陸軍所属の兵器とみなされ連合国軍最高司令官総司令部への陸軍関係者の抗議も虚しく終戦後にアメリカ軍の手により生き残った三式先行輸送艇ともども爆破解体による 海没処分の浮き目に遭うこととなる。一方、海軍所属の潜水作業艇は、中途の経緯は不明ながらも3746号艇が、アメリカバージニア州に現存している。沼津の3747号艇は一度沼津沖に、海没処分とされた後に、海軍関係者の手により百五十五年に、不要が行われ、しばらくの間沼津市内に展示されていたが、 その後横須賀方面に輸送された後に解体されている。西村は廃戦により西村式潜水艇のみならず、資材一切に至るまでを創出したが、その後も富岡貞俊ら元陸海軍関係者の支援を受けながら新たな潜水艇を設計、戦前の調査事業再開や海底観光など新たな事業の立ち上げを目指した。その後、 佐々川良一を通じて、松尾国産とのスポンサー交渉にこぎつけたものの、潜水艇の特許の帰属などをめぐって、折り合いがつかないまま交渉は破断。西村自身も、昭和30年代中頃に病没し、戦後設計された第3号艇は、未成のまま終わっている。第1号の新造寺。ありがとうございます。